今回は相関係数について学習していきましょう。まず相関係数とは何かについて説明します。はじめに2つの変量 x、y のデータが与えられているとします。相関係数とは x と y の共分散を x の標準偏差と y の標準偏差で割った値のことです。相関係数は R で表し、これを求めることで x と y の相関関係の強弱を見ることができます。また一般に R は -1 以上1以下が成立します。次に実際に相関係数を求めます。右の例のような問いで考えてみます。まず x と y の各平均値を求めます。次に x と y の各標準偏差と共分散を求めます。最後に相関係数を求めます。次に相関係数の性質について説明します。相関係数には以下の性質があります。1、相関係数の値が1に近いとき、2つのデータには強い正の相関関係があると言えます。2、相関係数の値が-1に近いとき、2つのデータには強い負の相関関係があると言えます。3、相関係数の値が0に近いとき、2つのデータの相関関係は弱いと言えます。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。答えはこのようになります。正解できましたか？最後に今回の学習のおさらいです。まず相関係数とは何かについて説明します。はじめに2つの変量 x、y のデータが与えられているとします。相関係数とは x と y の共分散を x の標準偏差と y の標準偏差で割った値のことです。相関係数は R で表し、これを求めることで x と y の相関関係の強弱を見ることができます。また一般に R は -1 以上1以下が成立します。次に実際に相関係数を求めます。右の例のような問いで考えてみます。まず x と y の各平均値を求めます。次に x と y の各標準偏差と共分散を求めます。最後に相関係数を求めます。次に相関係数の性質について説明します。相関係数には以下の性質があります。1、相関係数の値が1に近いとき、2つのデータには強い正の相関関係があると言えます。2、相関係数の値が-1に近いとき、2つのデータには強い負の相関関係があると言えます。3、相関係数の値が0に近いとき、2つのデータの相関関係は弱いと言えます。これで今回の学習を終わります。